トップハムハット卿。ヘンリーは港にやってきたが、背の高い旗の棒はどこにも見当たらない。彼は背の高いものを探して辺りを見回した。石炭の詰まった傘の上を見たが何もない。次に古い船が目に入った。とても背の高いマストがついている。それからヘンリーはクランキーを見つけた。クランキーはとても背が高い。だがヘンリーは目の前の傘に乗せられた旗の棒には気づかなかった。棒は線路の上に転がり落ちた。おっと、悪いな相棒。旗の棒がこんなところにあるなんて思ってもいなかったよ、ソルティ。横にして置いてあったらそりゃ目立たないな。ヘンリーはバカにされた気分だった。そこへトップハムハット卿がやってきた。見たら元気が出るかもしれない。だが何を見てもヘンリーの気分は晴れなかった。旗の棒を壊すなんて大変なことをしちゃった。ヘンリーはトビーにそう言った。あの松の木で新しい旗の棒を作れるんじゃないかな。ヘンリーは高い松の木を見上げた。彼はその木を旗の棒にしてほしくなかった。翌朝ヘンリーは作業員たちを森へ連れて行くことになった。だがその作業員たちは斧やノコギリを持っていた。ああ、どうしよう。きっとあの松の木を切り倒しに行くんだ。ヘンリーは急いで走り出した。松の木を助けなきゃ。なんとかして松の木を。その時ヘンリーはあることを思いついた。作業員たちを森へ連れて行かずに新しい旗の棒を探すことにしたのだ。ヘンリーは子供たちが旗を振っているのを見かけた。だがその棒は旗を掲げるには小さすぎる。